はい、こんにちは。チャンネルマイクラです。マイクラ第3回目やっていきたいなと思います。そして前回のね、動画の後に配信もう一回やりまして、もうちょっと鉄集めましたね。うん、はい。それで、今日は渓谷に行きたいなと思います。うん、渓谷の中に廃校あったじゃない、うん、うん、あそこに行ければなと思っております。はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、そしたらこれどうやって行くかだよね。落っこって行っちゃうとまずいから階段作って行った方がよくない？じゃあそうしよう。じゃあツルハシで、ツルハシとシャベルで。そうだね、だからこの辺から下に掘っていく感じにしようか。こっちに怖いんだよな、急に落ちたら困るしね。もうちょいこっち側から。あ、そっち。あ、そっちから行く。そう、こっちから行く。ちょっと螺旋状に掘ってくよ。あ、了解。あ、本当だ。オッケーオッケー。うわ、まだ全然だ。ちょっと水落ちるね。わかった。あれ、ここよし、なんとか水の水流エレベーター乗れた。こっからだよ。ここ洞窟みたいになってんだ。ここら辺蜘蛛の巣多いね。あー、ってこと毒蜘蛛スポナーがあるんじゃないの。あー、十分。あ、いきなりチェストあった。お、ラッキー。いいね、来い。あ、ペイちゃんそんな下にいるの。あ、キーンゴットじゃん。やった。ビートルートもある。あ、ナイス。名札だ。あ、名札いいね。よかったね。名札必要でしょ。ついでにアクティベーターレールも入ってたよ。あのレッドストーンで動くやつ。あ、ナイス。ビートルートは大きいね。キーンイングットはあった。金の延べ棒入ってたよ。ラッキー。またスライムボール落ちてんだけど。お。スライムボールは絶対必要になるからさ。お、え、すごい、めっちゃここ落ちてる。え、なんで？なんで？上から落ちてきちゃった。え、あ、キーンゴット、よっしゃ。あー、こっちもめっちゃ蜘蛛の鳴き声する。鳴き声というかカチャカチャ言ってるでしょ。いや、チュイチュイって。またキーンゴットだ。チュイチュイ。え、キーンゴットの塊が多い、ここ。え、 1、 2、 あ、違う、インゴットじゃないじゃん、金鉱石じゃん。金鉱石だよ、ごめん。A ちゃん、びっくりした。金インゴットの塊って何のことだろうと思ったら、お、びっくりした。おー、繋がってる。こっち、ほら、あ、そうそう、そこにあるの見つけたんだ。砂利が多いねよ。砂利多いね。こっから廃校か。じゃあ行こうか、 A ちゃん、うん、行くよ。はいこー。違う。はいこー。違うから。違うから。はいこー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 に行こう。あ、ここは大丈夫。はい、発見。何が？何が？こっち雲いいんじゃん。その奥ね、めっちゃ毒雲いるよ。これでも普通の雲だよ。ほら、来た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 。これ奥に雲大量にいるじゃん。普通の雲じゃん、これ。普通の雲のスポナーだ。ああ、よかった。あとスポナー切ってできたけど嬉しい。埋めちゃう埋めちゃう、まずは埋めちゃって、うん、オッケー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 。じゃあまず埋めて、オッケー、これで大丈夫だね。チェスト確認するね。うん、何入ってる。お、しかも金の馬鎧も入ってる。お、サドルない。金の馬鎧も入ってるよ。エンチャントリング激レアだよ、これ。クラフトできないやつ。あ、クラフトできないんだ。え、ちょっと金の馬鎧と。よかったね、それだけで来た甲斐があったじゃん。こんなとこで激レアアイテムゲットできるとは。このスポナーは生かしたいね。うん、クモトラップ作りたい、ここに。ちょっと待って。お、何何の音今の。雷か。雷だ。ビビったー。めっちゃびっくりしちゃった。やばいやばい、エンダーマンいる、エンダーマンいる。
ビビッとー何今のわーびっくりした二人してピガンになあーびっくりしたエンダーマン倒しとく、うん、倒しできれば倒しておきたい。あーダイヤ発見、はいですあ、また雷だ。これスケルトンホースとか出てんじゃないの。ああスケルトンホース、ね、こんな頻繁に来るってことは1個か。1個だ。そんなことあんだ。外が近いからこんなでかい音になってたのね。うん、ちょっと早めに登ろっか。早めに登ろう。登るってどういうこと。帰るってこと。帰る帰る帰る。どこにある。わかんない。大丈夫。パパこっちから来たんだな。あ、よかった。パパ帰れそう。うん、あ、クリーパー。大電じゃないね、でも。近くにスケルトンホースいいんじゃない。あれがいる。エンダーマン。エンダーマンいる。また。おお。ケイちゃん一回寝よ。一回寝よ。まあいいや。あ、やばい。スケルトン来ちゃった近くに。倒した。似ちゃう。よし。オッケー、危ねー。ふう。雨止んでる？止んだ。で、とりあえずちょっと荷物整理だけして。うん、一旦。うん。金鉱石39も手に入ったよ。素晴らしい。金イゴット、あ、金鉱石ね。パパを間違えてるし。いや。OK、金床できました。金床どこに置こうか。ここに。後ろに置いて、A ちゃんの後ろに置いたからね。オープンで。OK、じゃあもう一回行こうかな。もう一回行く？うん。おーい。いいね。前から楽しいね。楽しいね。いきなりまたマイクラ愛が復活したよね。楽しいのがいい、やっぱり。おっ、よかったね、びっくりした、一応ここほら砂利が多いからさ、生き埋めになる可能性あったから。おお、エメラルドだった。おお、ナイスナイス。イエーイ。やっぱりエメラルドは1個しか来ないね。そうね。草は A ちゃんがつけたんでしょ、これ。そうで、草じゃない、木、木の葉ね。ああ、木の葉か。その葉っぱや、あれだよ。壊したらブロック化しないからね。うん。壊してるよ。壊してる。本格的な廃校セクションに入ってきた。あ、マジ？ああ、あそこにチェストあるな。ちょっとずつクリアしていく。パパ、僕こっちの方探検してるからね。あった、チェスト2つもあった。ナイス。さあ、何が入ってるかな。おお、加速レールなど入っていました。ナイス。お、また金鉱石。じゃあどうかな。おー、ラピスラズリか。お、また金のリンゴ入ってた。エンチャントではないけど。ナイス。スイカの種。また名札だ。名札いいね。たまたま。いや、素晴らしい。ちょっとちょっと、それは聞いてないからねえ。ちょっとそれはやばいって。あ、来た。ふぅ、大丈夫。なんであんなとこにクリーパーがいんのさ。本当だ。カッパパ、クリーパーちょっと狙うね。へっしょしてんの。オッケー。助かったあれ怖いね。いきなり落ちてきてさ、爆発するパターンだよね。こんな時なんだっけあれ。繋がってるやつ。あ、ネザーチェストか。エンダーチェスト、ね。エンダーチェストか。あれあるといいよね。うん、いやー、ちょっと待って。
あ、またゼロ。またゼロ壊った。食べれないし。まためっちゃ雲の声が。名札2個も手に入った。結構すぐ終わるね。すごく長い炭鉱ってわけじゃなさそうだけど、まあでも鉄鉱石はめちゃくちゃあるし、金鉱石もあるし、ダイヤもここで1個見つけたもんね。うん、そういう意味ではまあよかったか。そういえばうちらまだ1回も死んでないね。死んでないのよ、そう。え、この渓谷って高さ10なの？そうなの？ちょっと深く掘ればもう岩盤ってとこじゃん。へぇー、だからダイヤバンド。あ、岩盤だ。ああ、そうだ、やっぱそういうとこなんだ。帰ろっか。え、それで帰んのまた。この方が楽じゃん。いや、そうだけどさ、それで帰ったらいつまで経ってもさ、帰れないよ、正常に。なんか目印つけたからね。本当だね、分かりづらいよね。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス。はぁ、あ、よかった。あ、馬いるよ。馬いる？ほら。あぁ、どこ？あそこ。はぁ、あ、帰ってきた。よかった。ここにまずは、鉄鉱石53枚。おぉ、かっこいい！おぉ、すごいじゃん。とりあえず今日、収穫分を全部チェストに預けて。馬ちゃん。うまちゃん、ごめんね。またね。ああ、悲しい。せっかくいい馬見つけたのに。しょうがない。最初今ちょっと走ってたんだけどね、懐いた時に。うん。早かったのよ、かなり。早くサドル欲しいな。サドルなんか作れるんだっけ？サドル作れるかもしれないね。頼む、頼む、頼む。はい、ということで今回ですね、近くにあった廃坑行ってみましたね。ダイヤ1個と金鉱石たくさんだね。そうだね。あとはスパイダーのスポナー見つけたんで、うん、あれちょっと使ってトラップ作りたいなと思いますね、うん、はい、はい、ということでまた続き今度はやっていきたいなと思います、はい、ということで今日の動画がもしよかったなとか楽しかったなと思った方は高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。